はい、皆さんこんばんは。今日の授業はビジネス日本語基礎編の体験授業です。最後までぜひ、このビデオで勉強してください。それでは始めましょう。はい、まず今日の話題ですね。ビジネス日本語ですが、ビジネス日本語ってどんな日本語でしょうか？はい、どんな日本語ですか？はい、ビジネス日本語はビジネス、仕事の場面で使用する日本語です。ビジネス日本語ですから当然ですね。はい、仕事の場面で使用するんです。それでは、私は学生からよく質問を受けます。先生、どうやったらビジネス日本語が上達しますか？教えてください。よく質問を受けます。皆さんはどう思いますか？どうしたら上達するでしょう？そうだ。敬語。ビジネス日本語は敬語を使うから、敬語を覚えて目上の人に使う。これをしたら上達するんじゃないか。そうですね。いいポイントですね。ある学生は言いました。ビジネス日本語と、あと日常会話と、使う単語が違います。それから文法も違いますね。だからビジネス用語をたくさん覚えて使う。こうすれば上達すると思います。はい、そういった学生もいました。そうですね。例えば私の会社。はい、ビジネスの場面では弊社という言葉を使いますね。それからあさって。あさってという日常会話で使う単語は、ビジネスでは明後日というふうに、使う単語が変わってきます。これもいいポイントですね。その学生は言いました。だから私はどんどんビジネス用語を覚えて上達したいと思います。と、言ってくれました。はい、ある学生はビジネスマナー、これが大切だと思います。ビジネスマナーを覚えて守る。こうすると上達すると思うんですけど、先生どうですか？っていうふうに聞いてくれました。マナーは礼儀ですね。礼儀。はい、日本人は特に礼儀を重んじますから、これもいい視点だと思います。それで答えてくれた学生は、敬語、ビジネス用語、ビジネスマナー、使うためにはまず覚えなければなりません。じゃあ私は本で勉強します。台湾にはたくさんビジネス日本語の本が出ていますね。それから最近はビデオ教材もありますね。はい、本やビデオ教材を使って敬語、ビジネス用語、ビジネスマナーをどん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 頭にインプットしていく。そうするとこの頭にはいろんな情報、いろんな知識が入ってきますから、ビジネスの場面で正しい、適切なビジネス日本語が使えるようになると思うんですけど。って答えてくれました。皆さんはどう思いますか？本当にそうでしょうか。ちょっと確認してみましょう。はい、私が、学生の皆さんに、ああ、それはいい視点ですね、と言った通り、敬語もビジネス用語もビジネスマナーもとてもとても大切な、要素です。でも、確かにこれらは重要ですが、道具なんですね、これは。はい、何かをするための道具なんです。だから道具があっても、それを何のために使うの？っていうのを意識して使わないと、その道具は無駄になってしまいます。上手に使うことができません。じゃあ敬語とかビジネス用語とかビジネスマナー、これらの道具を使って日本人が実現したいのは、相互に穏やかに
気持ちよく、モチベーションは頑張るぞっていう熱意ですね。モチベーションを高く、仕事ができる。はい、これを狙っているんですね。皆さん、仕事をしている方、もう社会人の方は皆さんの仕事どうですか？楽しいですか？楽しい？楽？どうでしょう？そうですね。仕事は一般的にそんなに楽で、全部楽しいっていう仕事は少ないですね。はい。とても大変で、責任もあって、そうですね、忙しい。そんな中でも、お互いに穏やかに気持ちよく、この仕事頑張るぞっていうモチベーションを高く、仕事ができる関係を作る、構築して、それをすぐ壊すんじゃなくて維持する。はい、このために日本人はビジネス日本語を使っているんですね。はい、これをよくよく意識してください。はい、それでは今日の本題です。それでは日本人がビジネスにおいて、ビジネスの場面でどんな点に配慮して、相手といい関係を作って維持しているんでしょうか。それを確認してみましょう。今日は体験授業で時間が短いですから、ビジネスメールと会話、2つの例で確認したいと思います。ではまずメールから。ビジネスメールです。会社間のメールです。A 社は顧客の B 社に新製品発表会開催の案内をします。B 社は A 社にとってお客さんですよ。お客さんにメールを出します。どんなメールかというと、新製品の発表会をしますよというメールです。どうしてそんなメールをするんでしょう？そうですね。B 社はお客さんですから、新製品について知ってもらいたいです。知って興味を持ってもらいたいです。面白い製品っていうふうに、興味を持ってもらいたいです。もっと言うと、その新製品を買ってほしいです。だからメールをするんですね。はい、これを台湾人の日本、ビジネス日本語を勉強したばかり、勉強を始めたばかりの学生に書いてもらうと、だいたい次のような、メールが、出てきます。見てみましょう。はい、じゃあ皆さん、件名から一緒に読みましょうか。件名から読みましょう。新製品発表会開催のお知らせ。一緒に読みますよ。株式会社光友商事総務部佐藤様。いつもお世話になっております。徳用株式会社営業部の田中でございます。さて、本年も下記要領にて新製品発表会を開催させていただくことになりました。日時、10月6日水曜日、13時半から15時まで。場所、幕張展示場 C ホール。ここまでどうですか？はい、このメールいい出来でしょうか？はい、皆さんが大切だと思ったことができているかどうかをちょっと確認しましょうか。はい、まずは、宛先ですね。株式会社光友商事総務部。佐藤様、宛先はきちんと書けてますね。それから日本人が大切にしている礼儀。いつもお世話になっております。きちんと挨拶ができていますね。はい、それから、田中でございます。させていただく。そうですね。敬語もきちんと使えていますね。
敬語も使えている、それから挨拶もきちんと大切にしている、はい、お客様には「様」というのをきちんとつけている、なんか良さそうですね。はい、それではメールの続きを見てみましょう。はい、ここからも一緒に読みましょう。お願い、ご出欠のお返事を9月14日火曜日までにご連絡ください。宛先、営業部、田中。以上、どうぞよろしくお願いいたします。徳代株式会社営業部、田中亜希。はい、こんなメールができました。はい、後半も確認しましょうか。はい、ご出欠、美化語がきちんと使えてますね。ご連絡ください。お願いの尊敬表現もきちんと使えています。お願いいたします。はい、私がしているお願いについては、私の動作についてはきちんと謙譲語が使えていますね。はい、なんか良さそうですね。敬語も使えている、それから挨拶もきちんとできている、なんか良さそうです。皆さんはどう思いますか？はい、このメールは新製品発表会の開催通知、お知らせですね。お客さんに来てもらいたい、だからメールをしています。そういう意味では伝えたいことは伝えられていますね。はい、何月何日どこで新製品発表会をしますよ、よろしくお願いしますね。伝えたいことは伝えられています。でも日本人だったら、日本人の日本で仕事をしている、人だったら、このメールはきっと書かないと思います。どうしてかというと、プラスアルファがないんですね。伝えたいことは伝えました。敬語も使いました。挨拶もしました。けれど、プラスアルファがないんですね。はい、じゃあプラスアルファって何でしょう？これは人情とか配慮。はい、この心ですね。ハートです。私はあなたのことを大切にしていますよ。あなたのことを尊敬していますよ。あなたとの仕事を大切にしていますよ。一緒に仕事しましょう。あなたは忙しいけど大丈夫ですか？はい。体調はどうですか？はい、このハートですね。はい、このハートがさっきのメールにはなかったんですね。それでは、日本人だったらどんなメールを書くでしょう。それを見てみます。ここまで大丈夫ですか？はい、ビジネスメールは伝えたいことを伝えるだけじゃありません。プラスアルファが大切だということを覚えてください。では、日本人はどうやってこの短いメールの中でプラスアルファを表現するんでしょう。一緒に確認してみましょう。はい、じゃあ一緒に読みましょうか。どうぞ。新製品発表会開催のお知らせ。株式会社光友商事総務部、佐藤様。いつもお世話になっております。徳代株式会社営業部の田中でございます。ここまで同じですね。じゃあ次です。一緒に読みましょう。平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。はい、送っているのはお客さんにですね。はい、だからお客さんへの感謝、ハートですね。はい、これが表現されています。少し難しい、ビジネスらしい表現をしていますけれど、簡単な日本語で言うと、いつも私たちの会社の製品を愛してもらって、誠に本当にありがとうございます。心からお礼を言いますよということです。だからお客さん、
お客さんの、総務部佐藤様への、お礼がここで表現されているんですね。これがプラスアルファです。はい、いいでしょうか。じゃあ次も見てみましょう。一緒に読みましょう。さて、本年も下記要領にて新製品発表会を開催させていただくことになりました。ここは同じですね。さっきのメールと同じです。じゃあ次です。一緒に読みましょう。ご多忙中恐縮ではございますが、ぜひご参加いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。はい、プラスアルファ出てきましたね。ここです。ご多忙中恐縮ではございますが、あなたが忙しいのは知っていますよ。はい、あなたがとてもとても忙しいのは私は知っています。だから私は怖くなって小さくなっています。恐縮しています。はい、あなたが忙しいのは分かっているんですっていうハートですね。はい、でもぜひご参加いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ぜひ参加してくださいねというのを言っています。私はあなたにぜひ参加してほしいんですっていう、これもハートですね。はい、気持ちです。ここでも表現されています。さっきのメールにはありませんでしたね。ここまで大丈夫ですか？はい、ではメールの後半見てみましょう。はい、一緒に読みましょう。日時10月6日水曜日13時半から15時まで。場所、幕張展示場 C ホール。ここまで同じですね。さっきのメールと同じです。お願い、会場設置の都合上、ご出欠のお返事を9月14日火曜日までにいただけますようよろしくお願いいたします。宛先、営業部田中。さっきよりもお願いのところを丁寧に話してますね。はい、ただ9月14日までに、出欠の連絡をくださいねっていうだけじゃありませんね。どうしてそのお願いをするかというと、会場を設置する都合だからです。はい、来ていただくお客さんが何人か分かれば椅子を置くことができますね。はい、皆さんがステージをよく見えるように、椅子を置くことができます。そういうような会場の設置の都合なんですっていう事情も説明しています。はい、それからよろしくお願いいたしますっていうふうに、丁寧にお願いをしています。これもお願いをしているときに事情も一緒に話すという、これも配慮ですね。はい、ここまでいいでしょうか。じゃあ最後のパート一緒に見てみましょう。会場にて佐藤様にお目にかかれますこと、弊社営業部一同心よりお待ちしております。以上、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここにもプラスアルファが出てきました。会場にて佐藤様にお目にかかれますことを、弊社営業部一同心よりお待ちしております。はい、会場で佐藤様、あなたに会えることを私たちの会社営業部全員で心から待っていますよって言っています。あなたに会えるのを営業部全員で待っていますよ、心から待っています。気持ちが伝わりますね。これを読んだら、ああ、全員で待ってくれてるのか、じゃあ行ってみようかなって心が動くかもしれませんね。はい、もし欠席する時にも、あ、この会社の人は私のことをとても大切にしてくれてるんだっていう気持ちは伝わりますね。こういうことです。ですから敬語とかビジネスマナー
とか、ビジネス用語というのはただの道具なんです。その道具をどういうふうに使うかというのが大切だということです。はい、大丈夫でしょうか。2つのメール随分違いましたね。ただビジネスメールの書き方を勉強するのではなくて、どういうふうなことを日本人は考えて、どういうふうにメールを書いているのか、そういうところまで理解して勉強していきましょう。それが上達の、いいコツになります。はい、それではもう一つ例です。今度は会話ですね。会社間の会話です。A さんが B さんを褒めました。台湾も日本も謙遜の文化がありますね。はい、A さんが B さんをすごいですねっていうふうに褒めました。でも台湾も日本も謙遜の文化がありますね。はい、私が学生に言います。陳さん、本当に日本語が上手になりましたねって言った時、陳さんは、そうでしょう、すごいでしょう、私勉強したんですもん、っていうふうには言いませんね。そう言ったとき、台湾の皆さんは、いえいえ、まだまだです。先生のおかげです。っていうふうに謙遜をします。私の力じゃありませんよ。先生が教えてくれたからですよ。でも、まだまだです。っていうふうに謙遜。私のことを小さく言いますね。はい、この文化が台湾にも日本にもあります。じゃあビジネスの場面で A さんが B さんを褒めました。じゃあ、これも一緒に読みましょう。 A さんと B さんが言います。人は褒められると嬉しいですね。褒めた相手が喜んでくれると褒めた人も嬉しくなります。そうですね。はい、褒められた人、B さんが喜んでくれると A さんも嬉しくなります。どちらも嬉しくなりますね。相手のいいところ、身につけているもの、能力、成果などを褒めるのは、お互いが気分よく仕事できるいいコツです。そうですね。どちらも嬉しくなりますから、いい気分で仕事をする。はい。B さんの仕事だったら私頑張ろう。A さんの仕事だったら私頑張ろう。はい、一緒に仕事をしようっていう、いい関係ができるコツになります。ぜひ皆さんも仕事で実践してみてください。試してみてください。はい、それでは次の会話を読んでみてください。 A さんが B さんの日本語能力を褒める会話です。はい、皆さんも仕事をしているとそういう場面に出会うこともあるかもしれませんね。はい、皆さんの日本語の能力を褒めてくれました。はい、そういう会話です。どうでしょうか。はい、じゃあ見てみましょう。はい、場面は会議の後でです。 A さんは日本人、B さんは台湾人です。では私が日本人の A さんをします。皆さんは B さん、台湾人の B さんをしてください。日本語での報告、ありがとうございました。B さんは日本語がお上手ですね。本当にお上手ですよ。驚きました。いえいえ、とても自然な日本語で日本人かと思いましたよ。はい、この会話見てどうですか？いいビジネス会話でしょうか？それともあまり良くない会話ですか？
そうですね。はい、じゃあチェックしてみましょう。B さんは、台湾の文化の通り、はい、日本の文化の通り、謙遜してますね。日本語がお上手ですねって言われた時に、いいえ、とんでもありませんって謙遜しています。そんなことをおっしゃらないでください。そんなことは言わないでください。不自然な日本語でごめんなさい。謙遜してますね。それでも日本人みたいでしたよっていうふうに褒めてくれました。でも B さんは、いえ、まだまだです。勉強不足で申し訳ございません。ごめんなさいって言ってます。はい、その結果、2人はいい関係になれたでしょうか？ A さんは、なんか悲しそうな顔をしていましたね。なんか残念そうな顔をしていましたね。A さんは B さんに喜んでもらう。はい。B さんの日本語すごかった。これを褒めたら B さん喜んでくれるなだろうなと思って褒めました。でも B さんは、いえいえ、とんでもないです。おっしゃらないでください。まだまだなんです。ってちっとも喜んでくれませんでした。これだと A さんは、B さんが喜んでくれたら A さんも嬉しくなりましたね。でも B さんがずっと謙遜していますから、ずっと喜んでくれないから、 A さんもなんか残念な感じ。喜んでくれなかった。どうして？っていうふうなモヤモヤした気持ちになってしまいましたね。B さんは B さんで、とんでもないです。ずっと、お礼を言うことができませんでした。褒めてくれたのにお礼を言えずにずっと謙遜しました。だから A さんとの関係も良くなりませんでした。褒めてもらった時っていうのは、とても関係が良くなるいいチャンスですね。2人はいいチャンスを逃してしまいました。これは B さんが、A さんがいい関係にしよう、私を喜んでくれるかもって思って言ってくれたのを、その気持ちを受け取らなかったからですね。褒められた時は謙遜しなきゃ、もうそれは謙遜しなきゃいけないっていうふうに思っていたから、だから2人はいい関係になることができませんでした。だから B さんはルールを守ったんですよ。謙遜をしたんです。でも台湾の文化、日本の文化に合った謙遜をしたんですけれど、2人はいい関係になれませんでした。これだと謙遜っていう文化を使った、ビジネスのマナーを使った意味がありませんね。道具を上手に使えなかったということになります。それでは、日本のビジネス場面で、私も日本で働いていた時に、相手を褒めたこともたくさんあります。褒められたこともたくさんたくさんじゃなかったですけれど、ありました。はい。その時にどんな会話をしていたかっていうのを、ご紹介します。はい、ぜひ見てください。はい、場面は同じです。はい、じゃあ私はさっきと同じです。日本人の A さんをします。皆さんは台湾人の B さんをしてください。では会話を確認してみましょう。日本語でのご報告ありがとうございました。 B さんは日本語がお上手ですね。本当にお上手ですよ。驚きました。いえいえ、とても自然な日本語で日本人かと思いましたよ。
はい、最後 A さん。A さんは笑顔になりましたね。はい、B さんが喜んでくれたから A さんも笑顔になりました。はい、いい関係ができました。はい、最初の方は、さっきの会話と同じですね。いいえ、とんでもありません。いえいえ、まだまだですっていう謙遜をしています。でもその次は、ありがとうございます。嬉しいですって言って素直に喜びましたね。はい、それで褒めてもらったから、私はこれからの励み、はい、モチベーションになります。はい、やる気につながりますっていうふうに、お礼を言ってます。だから A さんは、最後、笑顔になりましたね。はい、これも例の一つです。はい、ここまで勉強して分かりましたね。はい、敬語はとても大切。覚えないといけません。これも大切です。はい、ビジネス用語も大切。ビジネスマナーを知ることも、お互いの文化を知ることですから、これもとてもとても大切ですね。でもそれは全部道具。はい、お互いがいい関係で、いい気分で、はい、いい気持ちで仕事をするための、道具ということを忘れないでください。